こんにちは、黒田和之です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、小説をまたぐ昼というよりかは、まあ一つのこのフレーズなんですけど、まあポップスの人が非常によく使うフレーズですね。スネアに向かって、こう加工していって、で足、それは何でかと、これだと、これだとスネアが行きにくいから足を一個挟んで、でこういう風だとバストラに行っちゃうじゃないですか。バストラに行くとこう8ビートスネアの2-4の流れがでこう変わっちゃうんだけど、これをっていう風に行きたい。でこれ6連符にするときは、ここに書いたやつね、これね、こういうフレーズです。で足がダブルが苦手な人、これ要はパッとこう、これこういくと交差しちゃうんで、でこれですね。でこれが苦手な人はタムもう一個使って、一発でいけるので、これぜひ使っていただきたいなと思います。でこれは、この緑色社科のですね、メラっていう曲でよく使ってたんですけど、この2拍目に管楽器がバーンってこう吹く、そこに合わせたい、ね、なのでこのリズムパターンはこのシェイクってやつ使ってて、あのこのタートトトーンっていったら、このスネアの引っ掛けからこのドツツタツタドなので、なタツタドで戻ってくる。だから8ビートやってて、こんな感じで自由に入れてもらうと、流れがこう同じ空気の中でこうのスネアが強調される感じ、手前にフィルインが入ってて、そこに到達するので、そこがすごい強調される感じ。そしたらここをスネアにタタタタっていうフィルインを入れて、ここがつなげると、この小節をフィルインがまたいじゃうみたいなイメージになる。すごくよく使うんですね。なのでこれ覚えていきましょう。でチキンの6小節目は、これ小節またぐわけじゃないけど、タラズッタタパパパパパパ、ここにほら4拍目にスッタって入るじゃん。そこを商業でその強調するのに、ポンとポンとポン下がっちゃうんじゃなくて、あくまでもアップビートでいきたい。そしたらここ6連符だとっていうので合わせてあげると、そこがすごい感が強調されるって感じで使えます、ね、6連符で。そしたら手前をもっと手前からフィルイン6連符手前にフィルインを長く入れれば入れるほど、そこへのこう力が強くなるので、強調したいっていうところに使っていただければいいと思います。なので6連携にするとね、結構かっこいいので、よく使う。その手前にフィルインを、
助走をつけてそこにバンってジャンプするみたいなイメージで使ってもらうとめちゃくちゃうまくいくと思います。なのでこういうふうに考えて、こう裏拍2、4拍へのスネアへのアプローチのフィルインということで、今回は小節をまたいだり、4拍目に、こうここ1拍目からフィルインでこうカーってきてスネアにこうバーンってこうアップビートでこう上げて上げて頭にこうドンって落とすみたいなのの感覚っていうのを身につけていただけたらと思います。というわけでね、こういうのをどんどん使っていただければと思います。はい、まあこういうね、お役立ち情報をずっとやってますので、よければチャンネル登録の方もお願いします。でこちらの譜面の方はですね、メルマガ登録と LINE 登録していただいた方は過去の、資料の中にこれ譜面ダウンロードできるようになってますので、分からなければまた聞いていただければと思います。なのでぜひ、詳細欄から登録してくださいね。本日は以上になります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。